クライフコートヨハンクライフ財団は、子供にスポーツを楽しむ機会を与えることを目的に、オランダの元サッカー選手ヨハンクライフが1997年に創設した財団。事務局は、アムステルダムのオリンピックスタジアムに置かれている、ヨハンクライフ基金とも呼ばれる。主な活動には、子供が安全かつ気軽にサッカーを楽しむための、クライフコートと呼ばれる。 人工芝のピッチの設置や発展途上国の子供や障害児を対象としたスポーツ活動支援などがある。クライフコートは2003年から同財団によりオランダのプロサッカーリーグエールディビジの年間若手最優秀選手に与えられるヨハンクライフ賞の副賞ともなっている。これによって受賞選手にはクライフコートを設置する場所を選ぶ権利が与えられる。 多くの場合、選手とゆかりのあるオランダの市町村が選ばれるが、イブラヒム・アフェレイのように、モロッコの都市を希望し、実際に設置された例もある。他に、同様の実例としては、2007から2008から2009から2010シーズンの3シーズンの間を、BBB フェンローでプレーし、オランダ2部リーグで年間 MVP を受賞した日本、代表 MF、本田圭介にも、 副賞のクライフコート設置の権利が与えられ、2011年8月、ホンダは自身の出身校の清涼高校がある、金沢市に、ホンダケスケクライフコートという正式名称で設置して、今日に至っている。ザ・ヨハン・クロイフ・ファンデーション、ヨハン・クラウフ・プライジャス。2008年9月15日閲覧。c f u e f a c o m カルーがクライフ賞に輝く。 2008年9月15日閲覧。ありがとうございます。